40歳からの早引きというわけで2日目をね迎えました。こんにちは、バートマンです。今日は、左手のことをやっていきたいと思います。左手のことをやっていきたいのですが、その前に左手をやるための前提をちょっとお話ししたいと思います。まずはですね、ギターそれで大丈夫みたいな動画も上げたんですけども、ギター本当にそれで大丈夫ですか？それがね結構大事なことだと思います。例えばそれこそ高校生大学生ね、まだ新社会人みたいな年齢でしたら気合と根性ね、あとはもう夏休みとかっていうのを使って怒涛の練習をしたり、できます。でもなかなかやっぱり社会人になってくるとですね、ギターの方に力をあまりかけれません。はい。だからじゃあいろんなことをはやっぱりその若者ほど覚えられないじゃないかとお思いなんですけど、違います。大人は何があるって他の手があるじゃないですか。それはもちろん交渉力、経験値、いろいろあると思いますけど、ここで使っていただきたいのは経済力経済力使えばいいじゃないですか。僕はそう思います。それで、やっぱり弾きにくいギターをですね持ってたってずっと弾けません。例えばね、こういうふうに言うと分かると思うんですけど、まあ女の子、高校生とか中学生でまだ筋肉もあまりないような女の子にですよ、1弦が0.13から始まるようないわゆるフォークギターのレギュラーの弦波って覚えると思います？覚えませんよね。絶対に僕は覚えないと思います。なぜかって音楽をやる前に他の能力が必要だから、要は握力が必要だから。絶対にやりませんよそんなの。同じでなんとなくその皆さんが持っているギターは弾けるだけで早弾きはできないのかもしれません。そこをまず疑いましょう。なのでやっぱり弾きやすいギター、要は早弾きをしやすいギターを買うことです。もうねこういうなんていうの、時間短縮にはお金を使いましょうめちゃくちゃ言うなと思ってるかもしれないけど、めちゃくちゃマジだって。僕だってこうやってギターいっぱい持ってるんですよ。それはもちろん音色の違いっていうのもありますけど、プレイアビリティのところもたくさんあります。はい、このギターだってそうです。プレイアビリティがいいからこのギターを使っていくんです。なのでやっぱりそのヴィンテージギターとかっていう、あのいわゆるその骨董的価値のものとかいろいろあるじゃないですかね。あとはなんか安いから壊れてもいいとか、それと同じように一つ必ず早弾きがしやすいものを買いましょう。で早弾きを覚えてしまうとですよ、あの他のギターでも弾けるんですよ、不思議なもんで。でもじゃあ他のギターで覚えれるだろうって言われると覚えられないんです。これは違います。それはだからその今さっき の女子高生に新しいギターを与えるのと一緒ですよ。あの簡単にエレキギターとかで一回覚えておくと、フォークギター持ってもある程度弾ける、理解してるから弾けるかもしれないけど、一からあんなもう太い弦なんか握ったって手は痛い、押さえても音は出ないで、やりたくなくなりますよね。これはね人の人情ですから、もうそんなところをねあのケチってても仕方がないです。やっぱり40歳超えたら経済力ありますから、バント買いましょう、バント、ね、本当にこれは冗談じゃなくてですね。じゃあそのバントいいの買いました、買いましたらですね歪ませましょう。めちゃくちゃ歪ませましょう。もうね、何が何だかわからないぐらいまで歪ませましょう。こんなね。歪ませまして、左手の練習をします。で、早めにね、みんな諦めてしまうんですけども、それはなぜかというとね、兆しが見えないから、練習を教えてもすぐやめちゃうんですけども、はっきり分かってることがあるので言います。
7日間で人は覚えます。1週間かかります。必ず1万時間とかいろいろ言いますけど、慣れといういわゆるそのあれこのフレーズ慣れてきたなみたいなところに行くまでに7日間かかるです。だから7日間楽しくあれ結構いけそうとか思いながらやってほしいんですよ。それには経済力を使って弾きやすく音が発音しやすく歪ませて発音しやすいもん状態にして楽しく俺もしかしたらいけるかもっていうね感じをずっと感じながら7日間楽しくやってほしいんです。その7日間が持たないと必ず挫折します。これは本当のことです。だって大学の授業とかでもそうでしょ。1週間おきに授業ありますよね。あれ1週間処理するのに時間かかるから1週間なんですよ。というわけで1週間やることを決めてもらいたいんですね。で今回はこういうフレーズを教えます。2種類教えます。なのでそれを左手だけ使って右手ピッキングせず 右手はいらない弦をミュートしておいてくれてもいいんですけども、これで全速力で、1分間続けてください。で2つ目も1分間続けてください。これを毎日やるだけで随分楽になります。で最初は、4、5、7しか使いませんね。これで7、5、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 
1分間全速力です。よーいスタート。左手の親指は、根っこのまま裏に置いて、きれいに4本が同じ、フレットの上に、ね、乗るようにして、で早くやってほしいんですけども、途中でなんかってなってしまってもいいです。とにかくそのパターンを弾いてるつもりで動かしてください。そのパターンを弾いてるんだと思って動かし続けます。で第2パターン目はこれを今中指を使ってやってたのを薬指に変えます。人差し指と薬指と小指、パターンで言うと7 4 6 7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 
間必ず毎日やってみてください。よろしいでしょうか。本当に油汗がにじみ出ると思うんですよ、2分間でも。もう、うわーって悶絶するのがもう目に見えます。それがね、いつか慣れて、あれ、何がこれ難しかったんだろうなって思うようになるんです。はい、目指すこれです。というわけで、参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それでは。